はい、再びね、出てきましたよ。ソニーが PS5 対応携帯ゲーム機を開発中、対スイッチで。関係者、一体誰やねんみたいな感じですけどね。あ、ブルームバーグですけども、まあね、まあ開発中かどうかって言われれば、まあ基礎研究含めてずーっとね、何かしら当然開発してますよ。そんなものはね、任天堂だって突然、目覚まし時計をポーンと出してきたぐらいだから、全く誰も予想はできないし、まあ、しくしくとね、何らかの基礎研究、開発はしてると思います。まあ、ただ、常識的に考えて、PS5 ポータブルが可能なのかっていうと、無理でしょう。普通に考えて。だってそもそも、そんなね、小型化できるんだったら、今売ってる PS5 Pro、または PS5 なんかも、もっとコンパクト、スリムになってなきゃいけないわけですよ。むしろプロになって巨大化してますからね。まあそう考えると、そう簡単にポータルにならない。ならないからこそ、今、このようにね、PS ポータルという形で、まあストリーミングでね、PS5 の持ち運ぶというものをやってるわけでありまして、ここ数年で、スーッと簡単にね、ポータブルタイプの PS5 ができるのか、まあ当然、画質とか、そういったものを削ぎ落としてね、やればできるんだろうけど、それだったら PS5 の特徴が全くなくなっちゃうわけですよね。なくなっちゃいます。で、まあ、ほぼ同じものをこう持ってこようとして作れば当然値段はね、高くなりますよね。めちゃくちゃ高価な PS5 ポータブルが完成するというわけで、まあ、どっちかなんですよね。どの道ね。どの道。まあそう考えると、まあ、スティームデックとかも あって、確かに、携帯ゲーム機ね、ハイブリッドのやつが、すごくトレンドですよね、今。まあ、だから、ソニーも、当然、マイクロソフトもね、ずっと出すと言いながら、まだね、おそらく完成のめどは立ってないんだと思うんですよ。まあ、やるとすれば、PS ポータルみたいな、ストリーミングね、なっちゃいます。ただ、最近ちょっとほら、PS ポータルも、配信でね、PS5 を経由しないでゲームができるっていうのも出てきたんで、そう考えると、まあおそらく今回話に上がってるやつも、本体なく、要するに今って PS ポータルって母艦が必要ですよね、PS5 という。だから PS ポータルを楽しむためには PS5 本体と PS ポータルが必要ということで、すげえ金がかかるわけですよ。で、それを取っ払うという意味で、直接ね、ソニーの、まあ、クラウド的な感じかな。うん。PS5 を経由しないで、直接ポータルの方にね、ゲームをね、送り込んで、プレイできる。まあ、それが PS5 ポータブルの正体になるのかな、といった気はします。それでも、スイッチに対抗できんのかっつうと、やっぱりこう、強力なね、無線 LAN がないと、ダメなんですよね。だからやっぱりこう、なかなか越えられない一線ってあるのかなという気がします。そもそもあんな巨大なね、ストレージっていうのかな、メディアっていうのかな、ゲームの容量が桁違いにでかいじゃないですか。そんなものを保存できる、中ないけど金かければね、中ないんだけど金かけちゃったらもう、すごい高い PS5 ポータブルになっちゃうわけで、そうすると当然、そんなにね、スイッチに対抗してる余裕なんかなくなっちゃうわけですよね。まあそこそこの人数には売れるにしても、そんなの商売にならないし、やっぱりね、現実的じゃないんですよね。まあいわゆる、この記事書いた人、まあいわゆる、誰だっけ、M 月さんですよね。M 月さん。あえて伏せておきますけど、結構ね、やらかしてる感じもする方なんで、単なる飛ばし記事なのかな、みたいなね、気はします。うん。なんか、なんだ、スクエニかなんかのところでも出禁になっていたりとかしてましたから、なかなかね、厳しい、適当な記事なのかなって気はします。まあ当然、それは開発はしてると思います。何らかのね、PS5 ポータルだったり、まあ全く別次元なポータブル機器なのかもしれませんしね。まあこう、今の時期にこう PS5 と PSP みたいな携帯機を2つのラインやるなんてのは現実的じゃありません。任天堂もやめちゃいましたから。
だからこういったねハイブリッド機っていうのがトレンドになってるわけですよね。だからまあ何らかのものを作ってはいるんだろうけど、それを出すのかっていうとまだね研究段階なのかなっていうのが正直なところだと思います。皆さんはね、まあ夢は踊りますよ。 PS5 クラスが持ち運べるっていうのはねすごく夢がありますが、まだ現実的じゃないなっていうのがあります。何よりもストレージもなかなか足りないし、ね本体のコンパクトにできないと意味がないので、巨大なものを持ち歩くのもね嫌だしね。だからまあその落とし所がちょうどハマったのがまあスイッチだったと思うんですよ。だからやっぱりこう性能とね、あの価格とかもトレードオフになっちゃってますんで、まあ本当バランスのいい機体っていうのがとても重要ですよね。だからまあそういった意味でスイッチ2がね本当期待が高まってるわけなんですが、だからスイッチ2も値段次第ではずっこけてしまうという危険性もはらんでるといった気はします。ということでね、突如また湧いてきた M 好きさんの記事なんですが、まあこれはねなんちゅうんでしょうか、いろいろと仕事なんでこういうのを出さなきゃいけないのかもしれませんが、まあ若干ねさすがに PS5 ポータブルはまだまだ厳しいんじゃないのかなって気はします。ただやっぱりこう牽制の意味もあるのかなみたいなね、任天堂こうスイッチ後継機が間もなく何らかの形で発表されるということもありまして、まあ各社牽制しているといった感じがありますよね。まあこういったこう新世代機とか次世代機が出るときってこういったね飛ばし記事もありますし、妄想もありますから、ある意味楽しんで話をまあ読んだり聞いたりするのがいいのかなと思いますね。はい、ということでね、まあこの時期ならではの話だと思います。ではまた。